はい、こんにちは。いかがお過ごしでしょうか。今日は2016年8月6日ですね。まあ日本にとっては嫌な日ですけど、まあこんな感じで空が晴れてるんですね。天気がいいのでちょっと外に出て、前回の動画で映した体育公園というところに行ってみたいと思います。これから向かう体育公園っていうのが、あの一周1キロの、まあ、そういう遊歩道があるところで、まあ、ちょっと僕まだそこ歩いたことないんですけど、あわよくばちょっと走って運動できればいいんじゃないかなと思って、カメラはいつものハンディじゃなくてアクションカムを持ってます。アクションカムはディスプレイがないんで、どこ映してるか分かんないんですよね。レンズが広角なので結構いろんな景色が入ってると思うんですけど、まあ出来上がりが楽しみですね、この映像の。今日すごく天気がいいのもあって、外が暑いんですよね。多分気温30度超えてるんじゃないですかね。ただ風がまあまあ強いので、すごく暑いわけじゃないんですけど、日差しが強い。焼けそう。僕はですね、毎年夏になったら外でランニングするんですけど、今年やっぱりもう大連が最後の年だっていうことで、結構精力的に走ってるんですね。特に飲み会とかがなければ毎日走ってるぐらいで、だいたい週に4回から5回ぐらい外を走るんですけど、走るコースはいつも決まってて、3.4 キロのコースを走るんですよね。だいたいいつもそこのコースを15分ぐらいで走ってて、だいたい時速にすると12キロ後半から13キロぐらい。やっぱり今年すごくたくさん走ったっていうのもあって、どんどんタイムが伸びてるんですよ。ついにこの間の木曜日には、13分半だったかな、時速に換算すると平均時速15キロに入ってて、やっぱりこの年齢になってもその体力面で成長するっていうのは嬉しいですね。走るのがますます面白くなって、まあなので今
体育公園に行って、まあ、ちょっと歩いて景色を撮影しながらあの道を走ってみようかななんて思ってるんですけど、日本に帰っても走るのは続けたいなと思ってるんですね。マラソンを一緒にやりませんかって言われてるんですけど、僕はまだそういう長い距離を走ったことなくて、やっぱり3キロぐらいのね、そのぐらいの距離が一番好きなんですね。今この建物がこうやって工事されてるんですけど、僕の住んでる付近もこうやってどん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 再開発が進んでて、建物が新しくなってくるんですね。こういう街がどんどん変わっていくのを見ると、やっぱりその中国の経済発展の速度とかそういうものを肌で感じて実感できるんですね。いやでも暑いな今日は。こんなんで暑いって言ってたら俺川崎で生きていけるんだろうか。向こうとかもっと暑いんだろうなきっとな。いやしかし本当にいい天気ですね今日。こんなに空が綺麗だったのって久しぶりなんじゃないかな。やっぱり結構中国ってほら PM2.5 とかっていう話になったじゃないですか。比較的こう霞んでることが多いんですけどね、空気が汚いんでしょうねやっぱり。こんなにすっきり晴れたのは久しぶりかもしれない。
んな風に道路に白線を引いちゃってて、ここ歩道だからね今結局大連どこもこんな感じなんですよ。車を止める場所がなくて、そこら中が駐車場になっちゃってて、ね、敷地の中にこうやって線描くんだったら、私も道路に線描いちゃったりとかもう全然あるんですよね。すごく歩道を歩きづらいんですよね。車が止まってたり、動いた車が侵入してきたりとか。いやー、セミすごいね。セミの鳴き声が、木がいっぱい。もうやっぱりセミの鳴き声を聞くと、あ、夏だなーっていうのがありますね。暑い。体育公園が見えてきました。この信号を渡ったら体育公園ですね。いやでもこの日陰から出たくねえな、本当に涼しいここ。あれ、信号が、歩行者用がただの信号無視だね、これね。暑いですね。さて、遊歩道がどこだったかな？あ、ここかな？あ、柔らかい。ラバーですね。
すげえガチムチなおっさんが上半身裸で、あ、いいですね。あの、どこもかしこも、その、日に当たってるんじゃなくて、お、すげえ、木に絵が描いてある。こうやって木があって、木陰があると助かりますね。ローラースケート。あれどこが一周1キロなのかな、なんかよく分かんなくなっちゃったな。表示とかないのかな。あ、700メートルって表示がありますね。100メートルごとに刻まれてんのかな。さっきもあの外走ってるって話したんですけど、僕中学生の時は陸上の選手で800メートルやってたんですよ。まあそんなに速い方ではなかったんですけど、もう今だったら、その中学生の時の自分のタイムを上回れるんじゃないかななんて思ってて、800メートルを2分17秒で走ってたんですけど、あれ時速換算したら約21キロになるはずなんですよね。平均時速が。今だったら、それよりも速く走れるんじゃないかななんて思っちゃうんですけどね。過去の自分に挑戦したいですね。バスケットしてる。お、800メートル。あー、なるほどなるほど。これもうちょっと進んだらじゃあ1キロってなって周回地点に戻るのかな。体育公園の外の景色がこんな感じ。見えるかな？いやー、暑い。暑い暑い。そうだな、次。住むところにも近所にこういういいところがあればいいな。お、900メートル。あれ？これ何？ちょっと自由度高いだろこれ。次どっち行けばいいんだこれ。どこがいい？どこがこっちかな？こっちでいいのかな。あ、人が寝てる。これこっちだよね。またここからラバーが始まってるから。あ、ここだここだ。ゼロメートル。どうしようかな。走ってみようか。何分ぐらいで走れるかな、このコースで。ちょっと、
映像が揺れるかもしれないし、喋りませんけど、僕が走るところをお楽しみください。今、現地時間の2時半ぐらいかな？ 2時35分。ストップウォッチで時間を計ってみましょう。じゃあ、よーい、スタート。タイム3分40秒。まあ1キロあたり3分40秒で走れれば、まあ今の自分では結構早い方だけど、あ、疲れた。
ぱりあれだね、カメラ持ってるだけで疲れがすごい。やっぱり持ってる手を動かしちゃいけないと思うとフォームが乱れるし、あすごいな、ご苦労さんだな、芝をむしって。あとカメラではどう映ってるかわかんないですけど、まあまあアップダウンあるんですね、このコース。登りとかだと結構きついですね。いいな、ここ夜も多分明かりつくと思うから夜でも走れるだろうし、また来ようかな、1キロだけ走りたい時とかね。ここでちょっと短い距離の訓練をして、やっぱり800m 2分17秒昔の自分に勝ちたいね。疲れた。ああ日陰が あんまり涼しくないな、日陰気温。なんか飲みたい、喉が渇いちゃった。まあ走ったコース取ってもね面白くないから、ちょっと違うところ通ろうか。まあ、今日は体育公園に来るってことでね、もう時間計るストップウォッチと、あと、これ、運動靴、それから、バスケ用のパンツ、まあ、走る準備万端で来てたんですね。3分40秒か、1キロ。もうちょっと早かったらよかったな。よし、ここもちょっと今後練習コースの一つにしよう。 3.4 キロのコースと1キロのコース、いいね、それもね。まあ昔の自分に勝つって言ってもね、えフラットな 400m トラックとかはこの辺にないので、時速換算して平均時速がそれよりも速かったら昔の俺に勝ったと、まあそういうのでやってみようかな。走ったら疲れちゃうね。全然話ができない。さてじゃあどうしようかね。来た道戻ったって面白くないから、来た道と違うところから帰ろうかね。まあ体育公園がこういうところだよっていうことでね、まあ中にはああやってバスケットをするところもあったり、遊具で遊ぶところがあったり、まあ今回紹介はしなかったんですけど、奥の方にはテニスセンターっていう、テニスとかバドミントンとか、あと卓球ができる施設があるんですね。まあそういう
ものがこう一帯にある体育公園という場所でした。すごいな、パトカーがむちゃくちゃな追い越しをこれ日本だったらこれオレンジラインだから追い越しかけちゃダメでしょねえ、はみ出し追い越し禁止だけど、中国は違うのかな、わかんないけど、まあ、パトカーがああいうむちゃくちゃな追い越しはダメだよね。ああ気持ち悪い、今日ちょっとね昼食べ過ぎちゃって結構遅くまで食べてたんだけど、あすげえでっかい気持ち悪い象が超こっち見てる、すげえキモい。まあそれで昼いっぱい食べちゃったんでね、運動したいなと思ったんですけど、やっぱちょっとまだ消化が始まってないな、消化が始まってない時間だったんで、ちょっと気持ち悪いね、急激な運動すると。ここ何なんだろうね、昔からこの像あるんですよ。婦女児童活動中心、まあ、こういう施設なんですね。まあ、何やってるところかわかんないですけど、まあ、こういう気持ち悪い銅像があると。銅像じゃない、像。昔からこれ何なんだろうなと思ってたんですけどね。あっち。あっち、こうやって見ると建物は古いね。やっぱりこういう古い建物もまだ結構至る所に残っていて、多分開発区よりは大連市内に行った方がもっと、まあ、こういうあの時代を感じさせる建物っていうのはまだ多く残っているんじゃないかなと思うんですね。ツバメが飛んでるね。いやーすげえ喉渇いたんだけど、運動するからと思ってお金持ってきてないんですよ。今一元もないんで何も買えないんですけど、喉が渇いた。なんかやってるな、何やってんのかな。麻雀ですね。
やっぱり麻雀っていうとね、中国だよね。今見て分かったと思うんですけど、パイ一つ一つが日本のよりでかいんですよね。すげえゴツゴツしてて、まあ扱いづらいっていうのはあるんですけど、でもなんかやっぱりああいうのいいですね。僕はああいうテーブルゲーム好きなんですよ、ね、今はね何でもスマホとかでね、パソコンとかで何でもできちゃいますけど、こういうアナログなテーブルゲームって人を豊かにすると思うんですね。僕はいいな。あれ俺が乗ると思ってるね、あれ。いや俺一ゲームも持ってないんだけどね、俺ね。超こっち見てる、超こっち見てるよ。乗らないけどね。行った、バイバイ。こっちのタクシーってあれなんですよね、ドライバーと目が合ったら止まるんですよね。もういかにも外国人っぽそうなのがポツンと立っていると、運転手はじーっとこっち見てて、もう目が合えば、まあ、車を止めて、もうすでに今タクシー何台か通過しましたけど、こうやっぱり人が一人でポツンと立ってると、こう速度を落としてこっちの顔をずっと見てるんですよね。そことやっぱり結構日本と違うところじゃないかなと思いますね。日本だとね、手挙げないと絶対止まらないじゃないですか。それでもタクシーの数減ったんですよ。昔もっと多かったけどね。昔はやっぱりタクシーすごく多くて、うん、道路で15秒待ってればタクシー必ず1台は通過するぐらい、そのぐらいいたんですけど、今はなんかそんなにいない気がするな。で車くせえ、どうしてあれ、何ゴミ積んでんのかな、すげえ臭い。ピアノの音が聞こえる。あまり上手じゃないね、ピアノね。僕も小さい頃ピアノ習ってたんですよ。まあ全然ダメでしたけどね、落ちこぼれ組でしたけど。
ちいい。そうだな、さっきの体育公園もね、1キロのコースはいいんだけど、走って一番疲れた後に水が飲めないっていうのがきついね。ね、かといって水持っていっちゃうとね、それ持ちながら走んなきゃいけないわけで荷物になっちゃうしね。だからタイム狙ってる時とかなんて絶対無理でしょ。すごいな、働く車だ。何やってるんだろう。お、怖い怖い怖い。渡りたい。すごいね。なんか直すのかな。働く車いいですね。僕はあの空港とかでね、ああいうなんていうのかな、作業用の車とかぼーっと眺めてるの好きなんですね。あれ確かセントレア空港でなんかそんな動画撮ってアップしてなかったかな。まあ、あれがさっき映した、工事現場、再開発の現場なんで、もう今すでに最初通ってた道に戻ってるんですね。もう映すものもないかな。この辺でいいよね。じゃあ今日はこの辺にしましょう。それじゃあまたの機会に。ごきげんよう。さようなら。